こんにちは、ルナです。今日はチャンネル登録者数が5万人を来たということで質問を受け付けたんですけど、それでいただいた質問をテンポよくお答えしていこうと思います。まず5万人来たことについてお話ししたいんですけど、今回5万人っていう数字を見てあまり実感が湧かないのと、すごく嬉しいなっていうのと、皆さんがとても私の原動力というか支えになっているので、いつも本当に見てくれる方ありがとうございます。そして応援のコメントとか、いつもツイッターとかコメントくださる方、本当に心の支えになっています。ありがとうございます。これからもいい動画を皆様に発信できるように頑張っていこうと思うので、応援してもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。それでは質問を返していきます。私、クリスマスコフレ買いますか？買うならどこのブランドのものを買いますか？と、私がちょっとパーッと見たデパートコスメの中でいいなと思ったのが、コスメデコルテというブランドのものがとても使いやすい色だなと思ったし、可愛いなと思ったのでちょっと気になってます。本当におめでとう。今まで買ったコスメの中で一番気になっているものはどれですか？また皮脂やテカリを抑えるにはどの下地をファンデがいいとかありますか？気に入ったコスメはエクセルのリップケアオイルのチェリーピンクをよく使ってます。こちらはすごくプルンプルンになるし、かさついてるのを防いでくれて、その後とても色が可愛いのでよく使ってます。これすごくお気に入りです。で、皮脂やテカリを抑えるものはこまめに皮脂を取るなどした方が効率はいいかなと思います。ルナちゃん、いつも髪とか爪とか綺麗で女子力高い月の美容費が知りたいです。あまり把握してません。ルナちゃん、 50m 走のタイムは覚えてないかも。でも年々遅くなってます。お兄さんとの動画のルナちゃんがとても好きで、自然体で可愛くて仲がいいところが伝わってきます。お兄さんの好きなところを3つ教えてください。お兄ちゃんの好きなところは優しいとこと頼もしいとこと、やっぱ何でも言える仲なので、とても深い話をし合えるので相談相手になってくれるところです。おすすめのアイシャドウを聞きたい。プチプラでたくさん容量があってコスパもとてもいいので、私はこちらのメイクアップレボリューションのアイラブメイクアップアイラブチョコレートネイキッドが好きです。いろんな種類あるのでぜひ見てみてください。いつも動画見てます。おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。ルナちゃんが一番好きなコスメはどこなんですか？リップはこことか、ファンデーションはこことかで違うので、もうこれといったものはないです。いろんなものを使ってます。長い爪折れたりせえへんの？長い爪は折れることあります。でもまああんまり折れないかな。どっちには使わないと。5万人おめでとう。足がむくむときどうしたらいい？メイクで一番時間をかけるところは顔にすごくむくんじゃうんで、手足あんま気にしたことないかな。でもメディクットとか履いた方がいいかなと思います。メイクで一番時間をかけるところは目とかですかね。いつもメイクワンパターンなんで、1個のアイシャドウ何パターンかのアイメイクの方を知りたいです。またやってみます。一番おすすめの香水はシャネルのチャンスが好きです。前使ってて今もうなくなっちゃったんですけど、一番大好きです。メイクするときコスメ1つだけしか使えないとしたら何を使う？もうコスメじゃないんですけど、マスクかな。おめでとうございます。これからも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。休日何してますか？最近ハマってることは何ですか？休日は寝るか遊んでます。最近ハマってることはよく通販見てます。ディランくん、メイクの順番教えてほしいです。二重、カラコン、化粧下地、ファンデーション、アイブロウ、ノーズシャドウ、アイメイク、チーク、リップです。ルナちゃんおめでとう。ルナちゃんの動画参考にしている。今まで一番気に入った爪はどれ？と、夏にやったマーメイドっぽいやつがとても好きでした。ルナちゃんおめでとう。質問です。いいダイエット方法何かないですか？やっぱ食事には気をつけることかな。それと運動って言うんですけど、まあ私運動しないんで、まあ食べることを気をつけることかな。ルナちゃんがおすすめするコスメ3つ教えてください。やっぱりこれとこれとエクセルのチークが好きです。今ちょっとないんですけど、よく聴く曲は EDM とかラップ結構聴きます。よく聴くアーティストはセレーナ・ゴメスさんかな。ネイルデザインはどうやって決めてますか？ネイルデザインは自分がしたいなって思ったものを想像して、元からあるなんか流行りの柄とかを取り入れるように
してます。朝ごはんはご飯派ですかパン派ですか。サラダ派です。でもご飯の方が好きです。洋楽とか聴きますか。聴いてたらよく聴いてる曲教えてほしいです。リミックスとか結構聴きます。結構パリピかな最近肌荒れひどくて学校に行けないレベルでルナちゃんはどうやって対処しますか。めちゃくちゃ悩んでます。その肌の荒れる原因を知ってからじゃないとやっぱ治せないと思うので、私は結構ホルモンバランスが乱れるので、それですごく肌荒れするのでちょっと対策を考えてます。メイクブラシはどこで買ってますか。メイクブラシは私が使いやすいなと思ったメイクブラシを買ってきてます。でそちらはメルカリとかに出しているのでよかったら見てみてください。最近ハマってるスマホゲームはつむつむずっとしてます好きなブランド、財布とバッグ何使ってる。結構適当です。ブランドとかもあんまり気にしないかな。好きな男性のタイプはがっしりしてる人で面白い人でよく笑ってくれる人とか、あとは向上心がある人が好きですポジティブな人がいいかな。眉毛描くコツはあまり気にしすぎないこといくらでも修正は効くので、あんま緊張しすぎるとちょっと変になっちゃうかなとか気になりすぎちゃうんで、あんま気にしすぎてないです。私は夢は美容系の仕事に就くことです。気に入りの服のブランド H&M よく行きます。岡山弁出してほしい。岡山弁話すルナちゃんやばい岡山弁はちょっと封印してます。結構癖が強いのでお気に入りのマスカラとリップ教えてください。こちらのエクセルのリップとマスカラはメイベリンのラッシュセンセーショナルをよく使ってました。今はもうマツエクで使ってないんですけど、自分メイクするときこだわるところは目とか、でもリップとか結構気にするかも。ボディミスト好きな香水を教えてください。好きな香水はシャネルのチャンスで、ボディミストは結構いろんなの使ってます。なので一番これとかじゃなくて服に合わせたりとか今日の気分とかに合わせて使っているので、定着しているものは本当ないので。プロフィールのところに留学って書いてあるけど留学経験あるの。あります。中3の終わりぐらいから行ってました。出かけ前に洗い流さないトリートメントとか使ってます。ルナちゃんいつも髪がまとまってて羨ましい。使ってたらなんてやつか教えてください。雨の日はクリームタイプを使って、晴れている日はオイルタイプを使ってます。で髪を乾かす前に使ってるので、ストレートの時とかはアイロンした後とかにも使うんですけど、基本的に巻く時は髪を乾かす前に使ってます。ロレアルのこういうやつを使ってます。これがないとダメっていうようなコスメありますか。もう全部ですね。顔を作るものは全部です好きな食べ物は焼肉です。メイクにかかる時間は学校の日は10分とかで、休みの日はダラダラするので普通に30分とかかかるかも以上でいただいた質問をお答えしました。おめでとうございますっていうコメントとかたくさんいただけてすごく嬉しかったです。これからもいろいろ動画投稿していくのでよかったら見てください。今回も動画を見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。そして Twitter とインスタも更新しているので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。バイバーイ。